はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回は、若い木と古い木の、管理の違い、そういったことについてのお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。今回は、若い木と古い木ということですが、そうですね、若い木っていうのは当然人間でも、若い青年と、ちょっとねお年を召された方だと、やっぱりその行動とかね、そういったものもやっぱり違います。例えばこういうふうな今の時期、夏場の暑い時でしたら、やっぱりその直射日光とかね、当然若い人でも、熱中症とかそういったものにはもちろんなりますけれども、年を取られている方の場合はやっぱり一層のね、やっぱり注意が必要だという、それは盆栽に対しても、ものすごく同じことですよね。例えば、芽切りの時期がありますね。でその芽切りの時期なんかでも、基本的には、黒松の芽切りの時期っていうのは、6月の大体10日前後ぐらいからね、剪定をし始めますけども、まずうちの園では、大型盆栽の、古い木から始めます。古い木から始めるのはなぜかと言いますと、先にね早めにこう切っときませんとね、やっぱりその古い木ですから、やっぱりちょっと力が弱かったりとかいうふうなことがあるわけです。ですから若い木っていうのはやっぱりものすごくぐんぐん伸びますからね、勢いもすごく強いですしね。ですからそういったところはやっぱりその古い木と若い木っていうのによってもやっぱり違うと。それから例えば幼い子供の例えをしますと、おぎゃーと赤ん坊で生まれましてね、で生まれてから、3歳まで、だから3歳から5歳まで、で5歳から7歳までっていうふうに成長していきますけどもね、でその成長していく中でもやっぱりその、ある程度やっぱりその骨格その木の骨格っていうのが、例えば苗木の本当のもう例えば未生の木とか、そういった木が新しく芽が出てスタートする、その時に一番最初にこの木をどういうふうな樹形に持っていきたいかっていうのをまず構想段階の時につけておいて、畑で入れて作り直す場合はまた別ですけど、鉢でずっと作る場合っていうのはね、やっぱりその若い木で種から作った状態の時に、やっぱり一番最初の若い時にもう骨格っていうのを決めとかないといけないです。太い木にするのか、それとも文人にするのかね、それとも本当のミニ盆栽で徐々に細い、もう本当に町棒のようなところから20年30年かけて太みをね、もう本当このぐらいの1センチ程度ぐらいに持っていく、でも寸法は5センチぐらいだから大木に見えるとかね、その構想を立てておいて、いや僕はもう太く作りたいんだっていうふうな場合だったら、やっぱりその若い時でないと太らないんですよね、ある程度の骨格っていうのは。ですからそのある程度ぐーっとこう鉢でもやっぱり走らせる感っていうのは、その未生でも1年目2年目3年目その頃のやっぱり枝がぐんぐん走って太る、でその太ある程度太らしておいてから、もう一回曲をつけるために一回切り戻して立て替え直してね、また一回その中の方の芽でバーンと切るんですよね。で切ってまたビューンと走る、で走ってある程度のその足元の太さがあって、そこから2番目の曲は根元よりも一段細い、3曲目は今度2曲目は今度は1曲目の時よりも細くなるというふうな感じで、これを苔順と言いますけど、どんどん幹がこう曲がるごとに細くなっていく様ですね。でこういうふうなものをやっぱりそのつけていく時には、やっぱりギュンギュンギュンとこう伸びていく、やっぱり一回バンとしつけられて止められるんですけども、またバッと伸びて、また止められるんだけど、またバッと伸びてっていう風な、そのねレスポンスっていうのか、なんかそういう風なもう、パッと切った時にサッと動くっていう風なね、そういう風な癖の時っていうのか、やっぱりそういった時っていうのはやっぱ若きの時じゃないとね、それだけの骨格っていうのがサッサッサッとできないんですよね。である程度年数経って10年とか15年とか経った時に同じようにしようと思っても、なかなか相当勢いつけときませんとね、そういうふうな感じになりませんから、やっぱりその若いうちに肥料もしっかり与えてっていうふうな感じで
まあ、骨格を作るっていうふうな方法もあります。ただ肥料っていうのは与えるって言っても、そうですね、あまりにもその窒素分だったら窒素分をしっかり与えて、もうどん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 肥料をやっていかないといけないというふうな感じのこともありますけれども、肥料をねしっかり与えすぎるっていうのもまたこれはこれで問題なんですよね。っていうのも、まあ、例えばお子さんとかそういうふうな、ね、子育てをされている方なら、まあまあ、またいろいろ聞いたりとかで分かるとは思うんですけど、まあ、例えばもう本当に、ね、今なんかもう日本なんか飽食の時代ですから、どん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 もう好きなだけ食べなさいというふうな感じにいけば、どん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 若い子でも太ってしまうわけですよね。で、まあ、ある程度運動とか、まあ、そういったものをして、まあ、ご飯をしっかり食べてっていうんだったらまたいいんですけども、まあ、やっぱりどうしてもカロリーが多すぎるっていうふうな感じになると、どん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 太っていく。でやっぱりその子供のやっぱり小学校の時にもうすでに成人病っていうふうな感じの子もね、やっぱり最近では、ちらほら聞くというふうな感じのことも聞きますけれども、木でもやっぱり同じで、若い時からやっぱりある程度その、肥料とかそういったものの養分をしっかりとって、まあ適切ならいいんですけどもね、あまりにもこうブク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 とこう太ってしまうような幹、そういうふうな幹っていうのはね、やっぱりじーっと僕もまあいろいろ観察してていろんな木を扱いますけど、やっぱりこう一つの枝を大きな枝をこう切る、で切った後にその大きな枝につながってた水水っていうのがあるんですけどね、その水水っていうのが結局その枯れるわけですよ。そこにつながってた血管っていうのがパイプですからね、そのパイプのラインが結局まあ枯れて、その枝を切ることによってそのつながってたパイプが枯れますで、枯れますよね、連動してますから。でその部分が枯れると当然そのまあ言ったらシャリというのか白骨化するわけですけどね。で古い木の場合なんかでよく山沿いの木とかね、新柏とかそういったものでもう何百年何千年前のシャリが残ってるっていうふうなものがありますよね。でやっぱりそういうぷくぷく太ってしまったような感じで、ものすごく10年とかね、まあそのぐらいでぷくっと太ってしまったようなやつっていうのはバンとこう切ってシャリができてもすぐに腐ってしまうんですよね。だからもうほとんど人として残らないっていうふうなことが多いです。で本当にその空洞化したところに またぐーっとこう肉巻きって言ってね、こう肉が巻いていくっていうふうな感じの状態になりますけど、だから本当に苦労して、まあ、山の木ですとかね、そういう山の方にあるような感じの木の場合だったらもうとにかく肥料とかそういったものがほとんどないんですよね。で水もほとんどないですから、ですから朝のやっぱり5時とか4時とかね、もう本当に霧の中でもう本当空気中にね、朝方に漂ってる、まあ空気中の水分を吸って、それでもうほとんど生活するっていう風な状況です。まあ心拍とかそういったものはね、ですからそういう風なやっぱりものすごく、まあ年輪って言って1年でね、本当に1ミリも成長しない、もう 0. 何ミリという風なね、もう成長の仕方っていう風な感じの、まあ山木の場合はそうですけど、もう3年ほどでこんなに太ったっていう風な感じの木だったら、本当にまあ材木でもそうですよね、もう年輪の幅がこれだけ広いとかね、でものすごくいい木になればなるほど年輪の密っていうのは細かいじゃないですか。ですからやっぱりものすごく時間がかかったものは病気にも強いし、それとやっぱりそういうふうなシャリとかそういったものも硬い、それとやっぱり時間が短時間でできたものっていうのはすぐできていいんですけど、やっぱりその分やっぱ弱いとこあります、そういった点がね。ですからまずそういうふうに内皮から作る点でもどういうふうなものを作るのか、まあそういったところはね、まあいろいろ愛好家さんでこういう方もおられました。ブナの実生を作るんですけど、一人の方は畑でね作るんですけど、もう一人の方は素焼き鉢で作るんですよね。でその素焼き鉢で作るんですけど、50年経ってようやく太さが、そうですね、もう人差し指ぐらいの太さなんですよ。で畑でブナを作った方のものっていうのは立派なものができてるんですけどね、こう幹肌を見るとね、なんかザラザラで、なんかこうあんまりこう
ブナ、フジブナっていうのがね、ブナらしいっていうのか、どちらかというとゴツゴツしているような感じの質感ですよね。でも50年経ってね、このぐらいの太さしかなってないフジブナをね、鉢でずっと持ってるフジブナっていうのはね、ものすごくきめ細かいんですよ。ツルツルでね、もう本当に幹肌がきめ細かいんですよね。ですから鉢で長く持つっていうふうなことが、まあやっぱり長く年数持つっていうね、鉢持ち込みっていう、そういうのを、まあ、あの盆栽界では尊ぶんですけどね、やっぱりそういったところっていうのはやっぱり家の中に入れてじっくり、やっぱり夜にでもね、こう部屋の中に入れてこうやってじーっとこう見るっていう風なね、そういう風なまあ時もありますし、やっぱりこう間近で鑑賞して、やっぱりあ、なんか自然の森の中にいるみたいだなという風な感じの、そういう風なね、見立て遊びの世界ですから、やっぱりそのクオリティが高いもの、そういったものはやっぱりそのものすごく年数がかかってるんですよね。ですからそういったところの点もまあ考えながら、まあその古い木と若い木、そういったところの差っていうのはね、やっぱりあの、ちょっとこう考えればね、まあ大体想像がつくかなと思いますね。まあ冬場でもおじいさんとかそういうふうな人らに、まあ、ものすごくもう雪で寒いんだけど、ああ大丈夫かな、これだけ寒いけど大丈夫かなとかね、もうあのまあ若い子でね、ものすごく元気でっていうふうな感じだったら、まあ寒かったら寒かったで中入ってるだろうと思うけどね、ひょっとしたら倒れてるんじゃないかとか思いますでしょ。だからもう本当その感じでいいと思いますよね。そういう感じを、盆栽でも同じように持っていただくと大丈夫かなと思いますね。はい、今回はちょっと長々とね、説明しましたけれども、まあ若木と、老木の、まあ、管理の仕方というのかね、接し方の違い、これについて、ご説明しました。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。